4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭に立った成田大成、あと 200m、 一気に後続がやってきた。残り 100m、 成田大成先頭、アドラーブル迫る、やはり強い成田大成、アドラーブル、アドラーブル1着、2着にはどうやら成田大成、見事に勝ちました。アドラーブル、成田大成2着止まり、しかしなんとか面目を保ちました。京都競馬場では G1 エリザベス女王杯の発走です。3歳牝馬が秋華賞での勢いそのままに小馬の壁すらも飛び越えるか、それとも小馬牝馬が実力の違いを見せつけるか。さあ最後は大外枠のマイネドゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬揃ったスタートです。さあ先手を奪うのはどの馬か。イソノルーブル前に行きそうです。マイネドそれに続いています。さらにはジャックジュピター4番ダンシングカラー、その後ろマルシゲアトラス、後方からもう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはイソノルーブル、黒の帽子ダンシングカラー、その後ろイクノディクタス、後位をキープ。並んで12番ジャックジュピター白の帽子当選リズム、その後ろこの辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。1番人気のイクノディクタス現在馬群の中ほどにつけています。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはイソノルーブル、すぐ後ろにシルクスタイル、その外からジャックジュピター、内からはダンシングカラー。並んで3番シルキークルーズ 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。もう一度先頭からイソノルーブル先手を取りました。すぐ後ろにジャックジュピター、その隣にシルクスタイル。京都競馬場3コーナー坂を上り、そして下っていきます。さあ先頭は依然として10番イソノルーブル、シルクスタイル、ほとんど差がありません。イクノディクタス B 位置です。さあここからどうか、後続集団も追い上げにかかります。4コーナーカーブから直線コースに向きました。イソノルーブル先頭、しかしその差はわずか、粘り込めるか。2番手はイクノディクタス、残り 200m、 イクノディクタス伸びてきた。イソノルーブル必死に追います。2番手はイソノルーブル、イクノディクタス、この馬で決まりか。完璧です。圧倒的な強さを見せましたイクノディクタス。1着、2着はイソノルーブル、これが最強女王だ。イクノディクタス